しんのすけ、今年もクリスマスを禁止する。クリスマスは悪い大人がキリストの誕生日にかこつけて商業的に利用したイベントだからだ。ひろし君、騙されちゃいけない。イエスの誕生日は実は正確には分かっていないんだ。おそらく4月から10月の間に誕生したんじゃないかとする説が有力で、ましてや12月なんてありえない。後の偉い人が都合よく定めた嘘に惑わされる必要はない。だから僕は君のクリスマス禁止論を支持するよ。ちょっといいっすか。なんだろう、別にイエスの誕生日か誕生日じゃないかはどうでもよくて、要はその日にみんなバカ騒ぎする口実が欲しいだけだと思うんですよね。それはもう好き勝手におのおのやっちゃってくださいというか、あなた方にクリスマスを禁止する何か権利とかあるんですかね。今宗教的な話をしてるんだから誕生日がどうでもいいってのは違うだろう。すぐ人の上げ足取るよな。そもそもローマ帝国が都合よく定めた日に世界中が今日までずっと馬鹿正直に乗っかってきたこと自体が問題だと思うよ俺は。なんだろう、もう根本的に論点がずれてると思うんですよね。仮にクリスマスを禁止すると、これ世界的な経済損失ってとんでもないことになりますよ。あとうちの彼女というか奥さんというか、家内というか、サイ君というか、妻と毎年この日にディナー食べてるんですけど、それができないとなると妻が悲しむと思うんですけど、その日はどう思われますか。お前の妻の話は今一番関係ないだろ。論点変えてるのはそっちだってことに気づけよな。それにその話で言うと、ひろし君は自ら家族との楽しみを犠牲にしてクリスマスを禁止しようとしてくれてるんだ。お前とは覚悟が違う。そうだよな、ひろし君。なんだあんたら。ミサエ、この人らをクリスマスツリーに飾り付けてくれ。ちょっとフランスの回線悪くなっちゃいましたね。落ちます。あ、この後岡田斗司夫ゼミがあるんでこの辺で失礼します。